コクラ TV です。今日は、いろんなところで今話題の切れるコーラを作ってみたということでですね、実はその切れる コーラの動画がですね今800万再生回数を叩き出しているぐらい、あと LINE ニュースとかにもなってるぐらいとても有名なんですけど、実はその動画撮ってるのがポムポムさんっていうですね韓国の YouTuber さんなんですね。まあ、顔とかは出してないんですけど、いろいろとスライムを作ったりとかそういう動画を出している方なんですけど、はい、その切れるコーラめちゃくちゃ今話題なので、私もその動画を見て、実際自分でもやってみました。はい、作り方とか用意するものは本当に簡単。コーラ、ペットボトルのコーラとゼラチンのみです。で、コーラの中身をお鍋に出したら弱火で、もうゼラチンも入れちゃいます。10g とか 10g ちょっとかな。はい、入れて、弱火でゆっくりとゼラチンを溶かします。そして余熱を取ります。そして、ペットボトルの準備としては、空のペットボトルは、後でパッケージの部分使うので、そのパッケージは取っておきます。そしてペットボトルに、切り込みを入れて、切り込みを入れてからその切り込みの部分もまた流すのでガムテープで留めます。そしてそこに粗熱を取ったコーラをまた元に戻します。そしてキャップをしないで冷蔵庫でそれを冷やします。冷やし固めます。まあ、ここまで話すと分かる通り、切れるコーラのまあネタというか元はネタバレかなは、ゼリーなんですね。はい、そして、まあ、1時間ちょっととかしたら、その後それを取り出して、まあ、切れてるところからちょっとずつ外していって、ラベルをまたつけて蓋をつけると、まあ、見た目もコーラみたいな、そしてだけどペットボトルには入ってないゼラチンのゼリーなのでナイフで切れるということですね。で、実際私もやってみたところ、はい、見るも無残に失敗しました。たらー。はい、自分の失敗した要因としては、まず最初にペットボトルに切り込みを入れなかったんですね、途中で。で、切り込みを入れないで置いちゃったので、その出来上がった後に切り込みを入れたんで、そこでもう、ゼリー自体が崩れちゃったっていうのもあるのと、あとちょっと私が思ったのが、まあ、その、韓国のペットボトル、まあ、コーラと、ゼラチンだったので、全く同じものを買おうと思って新大久保に行ったんですけど、ちょっと、まあ、残念ながら日本には売ってなくて、日本のスーパーでコーラとゼラチンを買ったのと、なんとなく自分で思うのが、なんか韓国の飲み物のペットボトルって結構柔らかくて、切れやすかったりとか、切り込みが入れやすかったりするんですけど、日本で販売されているコーラのペットボトル、とにかくとっても硬かったんですよ。だからなんかもうカッターも入らないぐらいみたいな感じですごく硬かったので、まあでも最初から切り込みをちゃんと入れていれば、あれかな、ちゃんと空気も入ってたからもしかしたらゼリーも抜けやすかったりとかしたと思うんですけど、まあそこが一番の失敗かなとも思うんだけど、まあそんなわけで完全に失敗しちゃいました。はい、でもみんなちょっといろいろやってみてください。もし成功したりして、こんなんやってみたよって方いたらちょっと教えてください。私も参考にしたいです。とりあえず私は大失敗しました。まあちょっとズルしちゃったからっていうのもあると思うんですけど、失敗してしまって結局ボロボロのゼリーを食べました。まあ、味は美味しかったですよ。なんかコーラはね、炭酸抜けても美味しいからコーラの味がするっていうかね、コーラのグミみたいな感じで美味しくいただきました。完全に失敗しちゃったけど、はい、ということで、まあ、そのポムポムさん、韓国の YouTuber さんの動画、他でもいろいろとスライム作ってたりとか、なんかお菓子作ったりとか、他の飲み物でもその切れるスプライトとか、そういうのもファンタとかもやってるので、それもちょっと見てみてください。はい、でもカッターとかハサミとか使うので、ちょっとくれぐれもその辺のね、気をつけてください。はい、お子さんとか一人ではやらないでください。お母さんが見てるとこ、お父さんが見てるとこでやってみてください。くれぐれも気をつけてくださいね。ということで、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。